こんにちは、ケアマネージャーの藤川です。今日はですね、介護職以外の業種で働いてた方が介護職になったら国からお金がもらえるかもしれないという情報についてですね、皆さんにお届けしていきたいと思います。それではどうぞ。まあ、私たちがね、働いている介護業界なんですけど、やはりちょっとこう人手不足がですね、やっぱりどんどん深刻化していってます。今年に入り、令和3年の4月の時点での有効求人倍率なんですけど、介護関係職種全体で 3.31 倍ということで上がってきています。2020年にはですね、なんと訪問介護に関しては15倍を超えているということで、かなり厳しい状況が続いてますよね。新型コロナウイルスの感染症拡大で緊急事態宣言などが引かれる中で、飲食業、そして観光業、他のね、他産業からの仕事にあふれる人たちが多数排出されているのにもかかわらず、介護業界にはなかなか人が集まってこない。これはですね、やっぱ依然として介護に対して賃金が安いとかですね、なかなか満足いく環境で働くことができないなどのちょっとのデメリットがですね、意識させられる中で、人が集まらないんじゃないかということはね、依然として言われてきたところなんです。まあ、今回初めてなんですけど、他産業で働いている人たちに対して介護業界で働く際、まあ、転職ですよね。転職をして働くときにですね、就職支援金として20万円を貸し付けますということで、国が新しい制度を作ってきました。これね、やっぱこうもらえるんじゃなくて貸し付けっていうところがミソなんですけど、なんで貸し付けかっていうとですね、2年間働いてもらうとこの貸し付けの返済がですね、なくなるということで、まあ、全額もらえるわけなんですけど、2年間働くことができなかったら返さないといけないんですよね。なんかこう、それだったらくれよっていうのはね、毎回このルール制度を、見てると思うんですけど、でもまあ何よりもね、よっぽどいいということで、まあ、介護業界の追い風になるんじゃないかなと思ってます。でこれ実際にね、国がって言ってますけど、都道府県の方にですね、地域医療介護総合確保基金っていうのがですね、ありまして、そこの基金の中からの支払いになってくるみたいで、この制度は作るんだけどやるかどうかは各都道府県に任せるよっていうところになるみたいです。今現在ちょっと私地元大阪の方を調べてみたんですけど、まだこのね、制度をやりますっていうところの告知はなされてなかったので、まあ、これからちょっと楽しみにしてるなということで、まあ、うちもね、長生きも新しくまた人をどんどん雇っていきたいので、このね、就職支援金で出たらですね、また、この動画でもまたご案内をしていきたいなと思っております。制度の詳細なご説明なんですけど、まずはですね、これ分野がですね、まあ、4つほどに分かれてまして、介護分野、就職支援金貸し付け事業っていうのがまず1点ですね。介護保険の分野で働く人たちに対して20万円の貸し付けを行います。2年間介護分野で働いてくれたら、全額返済免除になりますよっていうことですね。で、全く同じ金額、同じ仕組みで、障害分野もあります。障害福祉分野、就職支援金貸し付け事業があります。そしてですね、福祉系高校を卒業して、そこからですね、就職する人たちに対しても、就職準備金が20万円と、就学準備金ということで3万円が支給されるみたいなので、これは福祉系高校、就学資金貸し付け事業ということで、これはですね、なんと3年間働いたら、返さなくていいという金額になるので、ちょっとね、他のところでハードル高いですよね。で、あとはですね、介護現場における多様な働き方の、導入のモデル事業を行ったところに、対して、この基金からですね、事業所にお金が振り込まれる場合がありますよということで、まあ、女性が働きやすい、高齢者が働きやすい環境を作るとか、朝とか夕方、夜間のみとか、そういうね、ちょっと違う、仕事の仕組みを整えてですね、ワークライフバランスをですね、強化していく取り組みに対して、モデル事業として、寄付される可能性もあるということで、この4つに分かれてるんですけど、主に、皆さんが、目にする機会が多いのは、この介護と障害の部分ですよね。で、これね、今に始まった話ではなくて、今までも実は似たような制度はあったんですよ。先ほどのは、就職準備金っていうところですね。今まであったのが再就職準備金っていうことで、これはですね、介護現場でもともと働かれてた人が再就職をするときに、資金を、貸してくれますよ、無利子で。しかもですね、2年間また働いてくれたら、返す必要はなくなりますよっていうことで、まあもう、それやったらくれよっていうね、制度が元からあったわけなんですけど、今現在コロナウイルスの感染症拡大のためにですね、介護人員不足が進んでるので、これはですね、一律40万円
がですね、各個人に貸し付けられて、で、2年間働くと返済はなくなるということで、もう40万円って結構大きいですよね。まあ、もともとあったこの再就職準備金に加えて、就職準備金っていうのがあったんで、今まで介護職であって、ちょっと一定期間介護職を辞めていた人たちも、業界に呼び戻し、そして他産業で働かれている人たちに対しても、介護業界でぜひ働いてくださいっていうね、そういう方向性に国も向いてくれてますのでですね、ぜひまたご興味ある方とかはですね、どんどん介護業界の方に来ていただけましたらと思っておりますし、よかったら、株式会社長生きも、見に来ていただけたら嬉しいなと思っているような次第でございます。今日の動画はこんな感じで終わらせていただきます。まあ長生きチャンネルではですね、また介護職の人たちがちょっとね、良かったなって思うような、細かな情報をまたお送りしていきますので、よかったらまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画が良かったという方は高評価ボタンをよろしくお願いします。皆さんの明日が幸せでありますように、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。